平野氏用中国進出への動きは韓国ロケでのシェイシェイ発言との関係は ?6 月8日発売の女性セブン小学館によると元キング・アンドプスの平野氏用が中国進出を計画している可能性が報じられ、これによってファンの間には不安が広がっています。記事には 平野が所属事務所を退所する前から中国進出について知人に相談していたことや中国の芸能事情やセルフプロデュースの方法について熱心に調査していたという芸能関係者の証言が掲載されています。さらに平野が中国で奇跡の小さなビスケットちゃんという愛称で親しまれていることや 中国の SNS プラットフォーム、美白でハッシュタグ、平野仕様の閲覧数が1.5億回を超えていることなど、中国での人気の高まりも紹介されています。このような報道に対して、ファンの中には、本人が発表するまで信じないという冷静な意見もありますが、どの国でもいいから、早く活動を再開してほしいという声も少なくありません。 また、この報道をきっかけに、3月18日に放送された冠バラエティ番組、キング・リンチェ・プリンスル。日本テレビ系の韓国ロケのことを思い出した人も多いようです。番組で平夜は冒頭から中国語の、シェイシェイと挨拶をし、韓国語はどれくらい話せるんですか とスタッフに尋ねられると、先生中国語で、ありがとう、大愛に中国語で愛している北京ダック。この3つで生きていますから、と中国語を連発していました。また、韓国の首都がどこかと問われると、パク、と答え、理由として、パクってよく聞くから、と説明しました。 ネット上では、韓国に対して失礼すぎる、韓国に行くなら、少しは勉強すべき、といった指摘が相次ぎましたが、これに対しては、く君は自然体でボケているだけだと思う、悪気はないと思う、といった用語の声もありました。この騒動は、韓国国内にとどまらず、韓国の主要な新聞、朝鮮日報のニュースサイトが、同発化に、挨拶は、シャシャ、首都は、パク。 韓国をバカにした日本の有名アイドルが韓国ネットで炎上という記事を配信し、国外でも波紋を広げる事態になりました。こうした経緯から、今回の中国進出の報道については、最近から中国について調べていたので、納得という見方もあるようです。なお、平野の退場後の動向については、現在情報が錯綜しており、 昨年12月13日発売の女性自身公文社では韓国進出の噂が報じられていました。一方、先月18日発売の女性セブン小学館では海外進出の計画があるものの1年は休みたいと周囲に話しているとの情報も伝えられています。現時点では平野の再始動の兆しは感じられません。 海外進出を目指しているとされていますが具体的にどの国での活動を希望しているのでしょうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。